82ページの3番です。この問題は2000円札と500円硬貨がそれぞれ何枚かあると。で、2000円札が X 枚、500円札が硬貨が Y 枚あると。この時、金額の合計を XY で表しなさいと。それは、2000円札が、これが X 枚。それから、500円硬貨が Y 枚。ということは2000円が X 枚だから 2000X 円、それから500円が Y 枚だから 500Y 円合わせたものですね。これが全体の金額であると。これ1番ですね、はい、それから2番、2番は2000円札と500円硬貨の枚数の合計が21枚、全部で、21枚あると。で、金額の合計2万1000円。その時それぞれ何枚ありますかということだから、まず2000円札 X 枚と Y 枚合わせて21枚という枚数の式を書くと、X プラス Y イコール21ですね。で、今度お金の式、先ほどのこの合計金額は2万1000円だから、2000X 円プラス 500Y 円が2万1000円だと。こうですね。これを連立方程式にして解けば、その XY が出てくると。こうなります。そこで、この上の式1番、下の式2番にしましょう。2個0がいっぱいついてますね。まず2の式を、そうですね、500の100で割りましょう。そうすると、20X プラス Y が210と、こんな式なんですね。まだ割れそうですね。5で割れますか。5で割ると、端っこ割っときゃよかったですけども、もう一回5で割りましょう。4X プラス Y が520、520、42ですね。これで非常に簡単になったんで、これを2ダッシュにしましょう。これと、この1の式で、解いたらいいですね。引いてしまいですね。下から上に引きましょうか。2' から1を引くと、3x ですね。3x。y が消えて、42から21引くと、21。ということは、x は7ですか。ね、2000円札7枚。そうすると、y。これ1に倍にすると y が出ますね。X プラス Y だから、そうつまり7プラス Y が21。ということは Y は21から7引くんだから14ですかね。こんな話で Y が出た。もう一回問題を見ると、何を求めるかというと、それぞれ何枚かということだから答えは、2000円札が、2000円札が7枚ですね。それから500円、硬貨が14枚。こんなふうな答え。